森谷先生はセッションっていう映画見ました。音大ジャズバンドのドラマの話です。顧問がパワハラアゲオヤジで練習が超厳しくて、見てる僕までドキドキしたんですが、血が出るまでストイックに練習することも大切だと思いますか。僕も見ましたね。あれはでももうだいぶ前に見たんで、それこそそうパワハラアゲオヤジが超厳しかったことだけ覚えてますね。まあレッスンとかでもそうなんですけど、練習しなさい、こう怒って練習をすることっていうのは、最終的に言われないために練習をすることになっちゃうんですよね。練習を全然しないこう生徒さんがいたとして、叱りつけて練習をさせたところで、多分ね、僕が見てないところでは練習しないんですよ、絶対。そういう時って僕が見てるところでは一生懸命多分練習してくれるようになふりをするんですけど、でもそれって全然本質から離れちゃうというか、そう、僕に叱られないように練習をするんじゃなくて、その子が自発的にこう自分で練習したいって思ってもらえる方が絶対上達にもつながるし、練習をしなきゃしなきゃってこう怒られるからしなきゃってなると、練習しない時間の方がやっぱ絶対楽しくなると思うんで、それよりもその、まあ、ドラムを叩くのがもう楽しくて仕方なさすぎると、こうご飯を食べるのも忘れて、眠るのも忘れて触りたくなるっていう気持ちで、取り組んでいけるのがやっぱその何事もというか、こう物事をやっていくには、必ず必要なことなんじゃないかなと思うので、叱られて血が出るまでもう苦しい思いをすることがストイックっていうわけじゃないんですよ、実は。まあ、夢中になれること、そのね、気がついたらもう3時間4時間もう時間が経ってしまった、気がついたら曲を10曲も20曲もコピーしてしまってた、でももっとやりたいっていう気持ちがやっぱりその大事になってくると思うので、だからパワハラハゲオヤジがまあ超厳しくやってる方向では僕は全然教えてないというか、むしろ逆効果やと思ってるので、どっちかというと、まあ、僕のレッスンによって、ドラムってほんまに楽しいなと、ドラムをもう触りたくて仕方ないっていうような気持ちになってもらった方が絶対上達するので、はい、そっちの方が僕は必要だと思ってますね。はい、